暇だったので久しぶりにギターをし、ギターちゃん間違えた、あそうさっきまでギターしてて、ほんでちょっとゴロゴロして暇だったのでショールームをしようと思って、こんばんはっていっぱい来てる、こんばんは。そうなんですよ、なんかね聞いてください皆さんめちゃくちゃ嬉しいんですけど、あのインスタの DM がねすごい女の子でいっぱいになりました。めっちゃいろんな女の子がね DM 送ってきてくれるのって私はめちゃくちゃのめちゃくちゃに嬉しいです。女の子ありがとうございます、嬉しいですとてもね。初めましての方増えてます、こんばんはこんばんはこんばんは皆さん。 DM はねちょっと承認はできないんですけど見てはいます、すべて。遊びに来てありがとうございます、嬉しい。 DM まとまりなくてすみません、あ見ました、ありがとうございます、支えられましたとても、ありがとういつも。今日の髪型なんかオイルつけて適当に巻いてます。やったマジで美女いいやって、もうほんまそんなんさ韓国のあれしか見たことないからさ、美女いいとかなんか言ってんのあんまり言われたことないから嬉しいですね、そうやって言っていただけるのは。おイーサンタクシカ行ったこと、ああ思い出した、ありがとう、この間お話し会来てくれたもんな。コジリのとこから来ました、どういうこと、コジリのとこから来た、はじめましてはじめまして、ゆずやほやほ、みなさんお久しぶりですゆずちゃんの口角が口が好き、ゆずちゃん可愛いじゃなくて綺麗になってきてるの、ありがとうございます、嬉しいです。あー個人も配信してんねや、ショールームか、可愛いの、はじめましてはじめまして、10秒間くらい可愛いって言われたの人生初、ゆずもなそんななんかあの可愛い可愛いってずっと言ってあんまないかもやっぽやっほー、友達もゆずのたび喜んでたね。皆さんこの間はあの来てくださった方いますかね、オンラインお話かありがとうございました。最近ファンになりました、ありがとうございます、豆粒さんありがとうございます。ゆずちゃんショールーム見るか、友達と電話後でって言ってきてねマジちょっと待って好きやねんけど嬉しいありがとう、優しいな。グラビア界がざわざわしてますよ、いや本当にそんなことないですよ、もう全然ざわざわもしてないと思う、波も立ってないです多分。こんばんはこんばんは、あーメトロック参戦やった予定やったから行けなかったね、メトロック私も行きたいですほんまに、会いたかった、私も会いたいです。あグラビア見てありがとうございます嬉しい。それ昨日はですねなんとなんとまさかの週刊プレイボーイさんで安田百音ちゃんの、私の同期の安田百音ちゃんとグラビアの撮影をさせていただきました。おポチャこれはお話し会撮るしかない、もうこれは撮るしかないよポチャ撮ろうその無理せんといてな。あブーカさんアンケート今書いてる、ありがとうございます嬉しいね、まさかシュープレさんに出させていただくとは思ってもいなかったのでね、ありがたいです。実は私まだ言ってなかったんですけど、まあ、撮影中だけ言ったんですけど、まあ、シュープレさんでね3回目のグラビアということでありがたいです。とてもなんやろ、グラビアだけじゃなくてそのいろんな部分を見ていただけたらいいなと思います、私の、ご飯作るのやめました作ってくださいゆずもほんまなご飯食べようと思ってもやし、なんか最近もやしとあの卵を焼いて食べるのがハマってるんですよ私。
そこにあの何すりおろしにんにく入れて塩コショウかけてでねして食べるのすごいハマってるんですけど、そう最近ねそれにハマってて、でちょうどもやしがなくなったのでパパに買ってきてって言ったんですけど、なんかなかったです、買ってきてくれてなかった。え、そうごま油をちょっと入れてます。ごま油って結構カロリーが高いんですよ。142か124どっちかぐらいあるんですけど、そうちょっとあのカロリーが高いのでちょっとだけもうちょっと入れて炒めてやってます。ダイエット励ましてくれゆずちゃん、いやほんまにもう一緒に頑張ろう、もうゆずもやるからもうやるしかないよほんと。めちゃくちゃ美味しいんで皆さんやってみてください。足汗したい、わかる、それはそう同じくです。鶏ガラスープの素入れて、あそうなんや、じゃあ次やってみたいと思います。それかもやしを茹でてごま油少し白ごまにんにく合わせると、ま、ちょっと待って、そう送っといてゆずもやるから送っといて。ゆずぞ話かおすすめするなら何日、何日、でもねありがたいことに結構完売が出てるんですよ、なんとなんと。だからもうとりあえずなんかおすすめってよりかは空いてるところにポッと入れていただけた方が早いかなと思いますねお願いします、 DM してください、もうそれ絶対美味しいから。あーもやし食べたいのに、じゃあなんかあってんよもやし、そうほんまあってんやけど、あの賞味期限が切れてでちょっと茶色くなってたので諦めました。ちなみにそれに鶏ささみ入れるとめっちゃうまです食べたい、絶対入れますそれはね。私も部数追加できるように頑張ります、いっぱい。今日何してましたか。今日はもう一生一生家にいました。お米は食べないですねこの時間帯は。分かった待っててね、お話しようよ、しよう絶対しよう。ちょっと待ってなんかガッキーてかガッキー結婚したけど俺らにはユズがいるユズもびっくりした、へーってなった、あれ見た瞬間逃げ恥やんと思って。そうでミオンがねガッキーさん大好きなんですよ、だから急いでミオンにメールしました、ミオン生きてるかって送っていやびっくりした、えーってなったもんそうなんかツイッター見てて、ほんじゃトレンドに新垣結衣って書いてて、ほんでえ何何と思って、新垣結衣星野源となんか結婚みたいな書いてて、えってなった、ほんまにもうなんかいろいろと混乱した、あのほんまに何すんドラマでそういうまた逃げ恥じゃないまた違う役のあれが来たんかなと思ったら、んんんんガガチガチの結婚ってなったいやびっくりよあれ本当に。そう個人的にねすごい私も新垣結衣さん大好きなんですよ、もうそうめちゃくちゃもうめちゃくちゃ大好きやから、まずお顔がドタイプなんですよ私の中で、そうもう本当に大好きなのでびっくりしましたもう見た瞬間、いやほんまにそっちってなった、でもすごいなほんまにすごっ、星野ゆいになるんかな、新垣結衣やったら星野ゆい、それとも新垣源、どっちになんやろどうなんやろ、ワクワクするいやもうほんま今日一のあれよな、びっくりですよ本当に。ちょっと待ってうまいこと言うやん、ゲンとユイが結婚エヴァンゲリオンや、間違いない、じゃあもう今日エヴァンゲリオンの日ってことでいいいやほんまにどうなのか気になるもんね、そうです
皆さんには私がいるので安心してください。おもろい。すぐミオを思い出しましたね、あれを見た瞬間。私は本郷鮭になる。ちょっと美味しそうやん。どうなんやろうな、ほんまに。ね、また今日も幸せなニュースが一つ舞い込んできました。こんなね大変なご時世の中、一つね幸せなニュースが舞い込んできました。ほんと声ダンス踊れますか？声ダンス踊ったことない、一回も。あんま踊ったことないな。やった、ゆずちゃんがいるだけで幸せやって、ありがとうございます。ほんと嬉しい。ね。本郷の号って画数多いから書くの。そうやねん、そうなんですよ。本郷の号ってほんまに画数が多いんですよ。しかもね、ここの号のさ、何こういう字あるやんか、こういうの、それがね本当は書き順で言ったら一回一回こう書き直さないといけないんです。で私めんどくさいね、ちゃっ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 て書いてます、いつも。つなげて、はい。ゆずちゃん推しメン決定やって、やったー。いいんですか、私でほんまに。ありがとうございます、嬉しい。いつも誰書いてる。うん、そうやって書いてな、こうやって。ゆずちゃん今日いつもよりメイク薄い。ほんまに？え、めちゃめちゃ濃いで、いつも。あ、でもどうやろ、でもいつもは茶色のメイクで、あのここの際にねちょっとあの何黒の濃い茶色系のシャドウ入れてるんですよ。でも今日はもう入れずに、今日はピンクメイクにしました、気分で。なんか TikTok 見てたら最近ピンクメイクがすごい、あのいっぱい何出てきたので TikTok でしてます。星投げてるつもりがメロンパンやった。やっぱこれメロンパン、やっぱりなんかさ、みんなえなんかこれ何と思ってさ、初めて見たギフト、すごいメロンパンや。グラビア見てゆずちゃんをしてファンになりました、ありがとうございます、嬉しい。あのね、歌歌うのも好きなので聞いてください。食べられへんかった。黒髪はね、あの本当は茶髪だったんですよ、めちゃくちゃ。そなんか本当はね、あのオリーブ何色やったっけ、あれ、あオリーブベージュを入れたんです本当は。でも色がもうめちゃくちゃ抜けて、最初そのオリーブベージュ入れた時にあんまオリーブベージュ抜けて、それで、あまま、やばい、投げすぎ投げすぎ。オリーブベージュ入れて、ほんで茶色になって、でその茶色のままグラビアをしたんです、初めての。でその時にマネージャーさんに、そのグラビアするのに茶色はなんかちょっと黄ばく見えるって言われたので、あじゃあもう分かりましたって言って、あの真っ黒にしました。本当はねマネージャーさんに、その元の色に戻しますって言ったんです。もともとその真っ黒じゃなくて割と茶色め焦げ茶とかだったんですけど、美容室いてなんか気分で、あ真っ黒にしようと思って。何も言わず真っ黒にしました。あの何ブルーブラックでお願いしますって言って、それで終わった。だからマネージャーさんは元の色に染めてると思ってたんですよ、私が。だからでその後に、そうその後に私がもう真っ黒にしたので、だから
ね、でマネージャーさんに写真送ったら、あ、その方がいいって言ってくれました。でミルさんもこっちの色の方がいいって言ってくれました。ちょっと勝手に真っ黒にしました反抗期。あ、タイムラグあんの、ま、じゃあゆずが今これ流れてきてパクパクしてもさ、なんか今入ってきた人はさ、今週何してんのってなるやん。めちゃくちゃ恥ずかしいやん。いつ来てもよい。お、合ってんじゃん今で、よい、やっぱ何やってるのかって思ったって言われてるあのメロンパン食べてますあー、おもろ。あ、そう、恋の真似してます今餌与えられてる恋の真似をしてます。はじめまして、はじめまして。じゃあメロン止まらんなありがとうございます。夜ご飯はねまだ食べてないというか、もう今日は食べないですね、10時なんで。そう、週刊プレイボーイさんは黒髪です。もうパン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 、うまいこと言うやん、恋ダンスって。うまいこと言うな。はじめましてや、間違えた、はじめましてやほ、こんばんは、はじめまして。黒髪グラビア最高すぎる、見てください皆さん、ぜひ。さ、今回ほんまにもゆず、昨日のシュープレさんのグラビアはすごい、なんやろ、いつもだったら薄めのメイクじゃないですかグラビアって大体。でも昨日のそのなんやグラビアはなんか、え、こんな髪型しちゃっていいんですかみたいなほんまになんかもう可愛いんですよ。とにかく早くオフショットを載せたいなってそう思ってるぐらい可愛いんですよ。シュープレイでの、はい、出させていただきます、安田萌音ちゃんと。6月21日に発売されます。本当に楽しみです。私早くオフショット載せたいんですよ。めちゃくちゃ可愛い撮影で、なんかだから皆さん6月21まで待っててください。オンライン話しか初めてなんですけど、なんとかなりますか、わら。握手会行ったことあります。あ、全然大丈夫。え、ゆずの握手お話し会に来はるんかなってことは、もし私だったらっていうか、まあ全然大丈夫ですよ。全て話振るので、私が。撮影も本当に楽しかったです。そう、終わってからね、昨日取材も終わってから、シュープレのスタッフさん、カメラマンさんだったり編集部じゃない、スタッフさんがそういっぱいいつも用意してくださるんです。もうシュープレさんに限らず、ほんといろんなね、そのこの間だったらそのブブカさんの時も用意してくださって、いっぱい食べ物で、撮影中はもちろん食べないんですよ。撮影中と撮影前とかは食べないんですけど、そう終わってからね、いちごとか本当もいろんなものを用意してくださってて、終わってからも親戚のおっちゃんみたいに、もうこれ持ってきて、これ持ってき、これ持ってきっていっぱいくださいました美味しかったです、めちゃくちゃめちゃくちゃ美味しかったです。でもね、ちょっとあまりにも食べなすぎるっていうの前だったので、いちごを一粒だけ食べました、撮影中に。しかもなんかね、カメラマンさんがすごいね、そのシュープレさんに限らず本当に面白いんですよ。そのほんまに、なんやろ、自分の素を引き出してくれるような
感じなので、それだから何写真撮ってくださってる時もずっとなんかいっぱいたわいもない話してくださったりだとか、そういうのいろいろあって楽しいです。そう、いちごを一粒食べました。そうですね、確かにナチュラルな表情が見れますもんね。確かに。お、キムマットネブビ可愛かった、ありがとうございます。嬉しい、皆さん見てくださいましたか、キムアートの MV。 選ばれし者よ、チャン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 、全然覚えてないもん。チャン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 、チャル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 チャン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 。あ、危ない、あ、戻ったんかも、これ。危ない危ない、ここで初披露するとこやった。そう、茜先生の振り付けでした。私はミュージックビデオで風船を飛ばしてました。髪型かわいい、ありがとうございます。そう、エージェントイエローです、私は。私ね、あの衣装だったんですけど、なんか青系のブラウスに白黄色のね、スカートだったんですけど、短足プラス骨格ウェーブやから、なんかスタイル悪いのに余計スタイル悪く見えちゃって、めちゃくちゃ恥ずかしかった。ゆずはの声って分かりやすいか助かる。ありがとうございます。私の背は156です、多分。あんま覚えてない、測ってない。いや、ほんまにほんまに、そうなんです。ちょっと変わった形のスカートだったんですよね。だから、あ、なんやろ、そういう骨格って結構大切だなって思いました、自分でも。そう、骨格の問題がねあって、私骨格ウェーブなんで、結構なんやろ、下にズドンってなりやすくて、そう、それで、そう、変えてないんですよ、ルームのプロフィール148から変えてなくて、そう、めんどくさくて変えてないです。ウェーブですね、骨格ウェーブ。実際より小さく見えてきな。どうなんやろ。でも、なんかね、高校の時とかやっぱみんな身長が大きくなっていくじゃないですか。で、やっぱりその、なんやろ、何？周りの子、まあ女の子もですけど、周りのその身長大きい子とかいるじゃないですか。やっぱなんか、その子160とか、ある時にその子の目線から一回写真撮ってもらったんです。私がどう見えてるかみたいな感じで写真撮ってもらったら、ほんまなんかこんなに、なんか、なんやろ、見下されてんねやと思った。そう、私156なんですよ、多分一個に伸びなくて、もう成長期止まってますね。いつ止まったやろ、
身長覚えてないですね。あ、見下ろすか皆さん意味は伝わったと思うので、あの突っ込まないでください。見下ろされてる政治にして155なんで大丈夫よ。結局ね、あの155とか6あたりが一番可愛い身長っていうのを聞きました。私は。こんばんは、こんばんは。まあ意味は伝わると思うので突っ込まないでください。俺は身長縮んだ。マジ？でもゆずもちょっと伸びたのにちょっとだけ縮みました。え、そうやね、そう、高身長でね生活してみたいんですよ。高身長になって、あの何、昔の小学生の頃とか中学生の頃とかにあったあの性能順っていうの、あれで一番後ろの方に行きたいなって思ってます。160は絶対欲しいなと思ってる。背はね前から2番目とかでした。ほんまに遊びに来てありがとうございます。157が一番モテるってうちの母ちゃんが言ってた。おお、うちの母ちゃんいいこと言うやん。そう、今の子は身長伸びるのほんまに早いんですよ。モモネとはね同じぐらいで身長は。そう、一生前から2か前から3でしたね私は。なんでなの、なんで、ね、男は156センチなんですけどどう思いますか。でもさ、結局身長ってあんま関係ないやん言うて。だから全然なんとも思わん。で聞いてください、この間ねスコちゃんに足引っかかれてめちゃくちゃ痛いんですよ。なんかこんなね、なんか塗ったみたいな傷なってて超痛くてびっくりしてます私今。めちゃくちゃ痛い。寝るかなこれ。めっちゃごめんなさい行儀枠で。これめっちゃ痛いんですよこれ、超痛い。めちゃくちゃ痛いです。お風呂とかねめちゃくちゃしみるんですよほんまに。体洗うじゃないですか、もうめちゃくちゃしみる、やばい。私ほんでね毎日ねあのスクラブを塗ってるんです、体にツルツルなるように。でスクラブって、あ、そう、足のところ、足の裏、そう、スクラブって塩ちょっと入ってるじゃないですか。あれでこうやってやるんですけど、その忘れてて足傷できてること、足バーって塗った時にえ、痛いってなってたそう、めっちゃ痛いってなって、そう、一生洗ってました。超痛いほんまに。あ、え、そうなん？スクラブって週2週3でやるやつなんえ、やばやば、毎日やってた。なんか一回さスクラブやっちゃうと、そのツルツルな肌にさ、何、あの癖になっちゃうんですよ、ツルツルの肌。そうだからなんかおーベイビーみたいなスクラブを使ってます。とあとなんか何、あの桃のやつも使ってる。あ、乾燥するんや。でも私毎日ねあのニベア塗ってるんですよ寝る前に。ニビア塗って、何あれ
着圧スパッツ履いてます。だからな、逆にベタベタ起きたら。必要な成分なくなってしまうの？今日やめとこ。じゃなんて、にゃんこに傷口舐められるとカニモルサス感染症になる場合がある。怖いって、やめてや。ありがとう教えてくれて。怖、めちゃくちゃ怖。気をつけよう。傷口を舐められたらなんの？傷つけられたらじゃなくて。怖いな、めっちゃそれ怖。そんなことあんのよ。やばいな。気をつけよう。一応ね、その引っかかえた瞬間に急いで水で洗ったんですよ、怖くて。ああ傷から菌入るか。ああそういうことか。カプサイトファガカニモルサスっていうやつを持ってるとそうなれば。ええー、怖。気をつけよう。だいぶ長いことやったかな、ショールーム久々。そろそろ終わろうと思います。じゃあすこちゃん、イノスケはね夜行性です。俺もオーベイビーしたいんやけど誰買えばいいとか。オーベイビーっていうあのあれがあるんですよ。何スクラブが調べたら分かる。ピンクのパッケージなんですけど、真っピンクの、その真っピンクのパッケージなんですけど、パッケージ入れ物なんですけど、それを買ってみてください。ということで終わろうと思います。そろそろ気にしてライブしよう後で。じゃあ、あれします、ランキング発表。13位のぶきちさんありがとうございます。12位みほちゃんありがとうございます。11位ウーカメインの箱石さんありがとうございます。11位あさがさんありがとうございます。9位ガルゾーさんありがとうございます。8位ほのかちゃんありがとうございます。7位みきちゃんありがとうございます。6位なっちゃんありがとうございます。5位社長さんありがとうございます。4位りゅうさんありがとうございます。3位学説さんありがとうございます。2位トマト大好きユーザーさんありがとうございます。そして1位はキマティさんありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。あそう、22時超えてまたショールームできる年齢になったんですよ。ということで皆さんお久しぶりのショールームありがとうございました。ありがとうございます。また見てください。最近ちょっとショールームしてなさすぎて、ショールームしてくださいっていっぱい言われるので、またちょっと何あの機会っていうの、時間があったらすぐやろうと思うので、その時は見に来てください。皆さんありがとうございました。4000人の方ありがとうございます。そうすぐやります、インスタライブ。ありがとうございます。